はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。10月になりまして、肌寒い日が続いております。うちのチップ君もこのふわふわお布団の中でね、暖を取ってるかと思いましたけど、今日はですね、ミルワームを久しぶりにちょっとあげてみたいと思います。これをね、近づければ多分出てきてくれると思うんですけど、今割り箸にまとわりついてるミルワームですね、早速あげてみたいと思います。手前で落ちてしまいましたね。出てきました。おはようございます。はい、久しぶりですよね、この生のミルワームをね、あげるのは。出てきてくれましたね、チップ君。そうですね、かなり寒くなってきましたんでね、ちょっと防寒対策もかなり考えないといけないかなって思っておりますので。もう一匹開けてみましょうかね。今度はですね、餌皿の中に入れて、ちょっと下で待ってみますね。ただいま2階部分で食べ終わったかな。こっちだよ、こっち。おいで。開き場しました。みんな大好きミルワーム。すごいですよね、やっぱり食いつきが。最近はね、だいぶ野菜生活になってきましたんでね、多少はダイエットになってるかと思いましたけど、今日はちょっとご褒美にミルワームを植えてみました。この部屋はですね、
本来はチップ君とプリンちゃんの部屋だったんですけど、なかなかが悪くなったような気がしたんでね、隣のクッキー君の部屋にプリンちゃんを移動させました。仲良くやってるのか心配ですけど、早速見に行ってみましょう。では新しい同居生活をしたクッキー君のお部屋ですね。あ、起きてきました。クッキー君にもちょっと久しぶりにミルワームあげてみましょうかね。ほいクッキー、ほい、おお、下落ちましたよ。成虫っていうんですか、なんかこれ合いましたね。しばらくご飯の準備をして待ってましょう。あ、プリンちゃん来てくれましたね。なんかやってんのかな。プリンちゃんにも特別にミルワームをあげたいと思います。ピンちゃん、はい、クッキーうまかな。クッキー、はい、クッキー、クッキー、下の取っちゃダメだよ。少々見にくいですが、まあ仲良くやってくれてそうな気がしますね。はい、よいしょ、はい、下の土地ダメだよ。ダメ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 よ。
食べちゃダメだよ。プリンちゃんをね、どんどん取る癖があるんですよね、口の中のやつをね。食い物の恨みは怖いのかな。白とホワイトとホワイト、プリンちゃんの頭はちょっと茶色なんですよね。クッキー君が真っ白って感じなんですけど、これいずれね、この子クッキー君オスなんですけど、プリンちゃんメスでね、白い柄の子供がしか生まれないんですよ、一緒かね、この二人が。もし子供を産んだ場合、普通のノーマルな茶色は生まれてくるんでしょうかね、ちょっと疑問に思ってますけど。美味しく豆腐をね食べてもらってますね。まあ見た感じ仲がいいというか普通というかそんな感じなんでね、ちょっと一安心しております。はい、では本日はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。